プラーター公園はオーストリアウィーンにある公園、ウィーンの森と並ぶ市民の憩いの森であるとともに、一角にある遊園地は行楽地、観光名所として人気を集めている。市内中心部の東隣に位置するウィーン2区にあり、広さは600万平方メートル。これはウィーン中心部にある公園では最大であり、2区のほとんどの面積を占めるほどである。 プラーターという名前の由来には諸説あるが、ラテン語で草原を意味する単語、プロトムから来たものだという説が最も広く信じられている。クレムストーブからドブロジャまでのドナウ川下流域は、もともとは草原や森の間を小川が流れ池が点在している、地帯的な地形であり、公園一帯はそのような趣きをよく残している。公園中央部をハウプトアレイと呼ばれる。 直線道路が北西から南東方向に 4.5km にわたって伸びている。この道路は自動車の乗り入れが禁止されているため、ジョギングやサイクリングを楽しむ人が多い。毎年春に開催されるウィーンマラソンではコースの一部として使われるハウプトアレイの北側にほぼ並行する形で、機間 381mm のミニ鉄道。 リリプットバーンがあり、3 9トルの路線を約20分かけて走っている。2008年にウィーンで開催された UEFA 欧州選手権2008に合わせて地下鉄優通線がプラーターに沿うルートで延伸され、プラーター近傍に3つの新駅が開業した。プラーターの北西の一角にはプラーター遊園地がある。現地では単に プラウターという時はこの遊園地のことを指す場合も多い。中心となるアトラクションは映画第3の男にも登場した大観覧車であり、この他メリーゴーラウンド、ローラーコースター、ゴーカート、迷路やプラネタリウム、世界一である117メートルの高さの回転ブランコ、スターフライヤーなど250に及ぶアトラクションがある。営業は 毎年3月から10月までの午前10時から午前1時となっている。ただし、これ以外の期間でも場内への入場は可能。遊園地自体は入場無料だが、アトラクションを利用する際はそれぞれにチケットの購入が必要となる。料金はアトラクションによって違い、1ユーロから10ユーロまでとなっている。また、シュバインシュテルツェイト、ブドバイゼルブドバルビールが名物の シュバイツァーハウスを筆頭に、園内に数々のレストラン、食堂や屋台が出店しており、遊園地の営業機関外でも利用できる。ドナウ川を北に望む水境地帯であるプラーターには、比較的古い歴史があり、1162年にフリードリヒ一世がこの土地をデプラトという貴族に与えたという記録が残っている。後1403年には、プラターという地名が使われるようになっている。 もっともこれは、もともとは、ドナウ川の小島の一つを指している名称であったが、その後次第に、この名前で呼ばれる地域が周辺へと広がっていった。この土地の持ち主は、頻繁に変わったが、五百六十年、最終的に、マクシミリア二世が購入し、仮場とした。ルドルフ二世は密漁者対策のため一帯を立ち入り、禁止にしたが、七百六十六年になり、ヨーゼフ二世が、 一般に開放したことでその金は解かれた。これにより、カフェや商店の営業が認められ、プラーター遊園地解説の下地ともなった。この間も、プラーターでは、狩りが行われており、1920年まで続いていた。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトは、1785年頃に、カノン、プラーターへ移行を作曲し、プラーターへ移行、狩場へ移行で始まるウィーンなまの下品らしをつけている。 1873年、プラーターで、ウィーン万国博覧会が開催され、行落地としてのプラーターの時代が、本格的に始まる。1895年、北側の一角にテーマパーク、ウィーンのベネツヤアがオープン。その名の通り、ベネツヤアを模したもので、世界初のテーマパークとも言われる。ベネツヤア風の水路を引き、カフェやレストラン、売店などを作り、オペレットの舞台も上演するなど、 ウィーン市民の間で話題となった。このテーマパークはわずか6年しか続かなかったが、パークの一部として1897年に完成した大観覧車は、その後、プラーター遊園地に引き継がれ、現在でもウィーンのシンボル的な存在の一つとして、市民や観光客に親しまれている。1896年以降、新たな娯楽として登場した映画が、人々の人気を集めるようになり、 プラーターには短いフィルムを客に見せる見せ物小屋がいくつも現れた。1910年頃には比較的長いサイレント映画が上映されるようになり、それら見せ物小屋も劇場風の建物に変わっていった。1920年代のサイレント映画前世紀には1700から1800人もの観客を集める映画館もあった。しかし、第二次世界大戦下の1945年に、 連合国軍の空襲を受けて壊滅的な打撃を受け、映画館外は衰退していった。最後に残った一件も1984年に閉鎖され、プラーターから映画館は姿を消した。その後も1928年のリリプットバーン、開業、プラーター競技場や競馬場の建設、都市高速道路の開通などで、プラーターの開発が進んでいった。バンコク博覧会の跡地には、 現在は、日本史会場を出すメッシゲイランドが建てられている。公園内にある、プラウター博物館では、プラウターの歴史を外観する展示を見ることができる。ありがとうございます。